おはようございます。モークさん、おはようございます。リエさん、マリちゃん、ハラリア、おはようございます。今日はいい天気です。まあ6月晴れっていうのはあるかどうか分かりませんが、6月晴れ、ちょっと暑いですね。太陽さん、おはようございます。おはようございます。はい、今日はですね、何の森でしたかね。ここは秘密の森、秘密の森、行きましたね。秘密の森ですね。はい、綺麗なその雰囲気をね、綺麗な感じですね。はい、ハナさん、おはようございます。昨日ですね、あの放送から映画を見に来ましたね。主戦場という映画ですね。主戦場、アイポンさん、おはようございます。すごく良かったです。もう本当に、ちょっとですね、一言で言えないんですが、非常に良かったです。まあどう良かったかはちょっと、こういう主戦場というね、こういう映画なんですが、この映画は慰安婦問題が主なんですけど、まあ、慰安婦問題を通して日本の闇、日本の闇について、の映画なんです。そして慰安婦問題に、まあ、左派と右派というふうに分けると、ちょっと、まあ、いろんな知ってる人もいるかもしれませんが、ここいつし名前あげた方がいいのか。まあ名前あげていいかどうかちょっと分かりませんが、まあ左派と右派がありまして、まあ右派はその慰安婦問題に、あの何て言うんでしょうかね、慰安婦問題に対してね、否定派と言ったらいいでしょうかね。ですから左派はですね、慰安婦問題の肯定派と言ったらいいでしょうか。そのインタビューですね、そのインタビューを通して、の非常に面白いですね、映画です。これはですね、まあ極端に言えば全ての日本人が見るべき映画、全ての日本人が見るべき映画と思いましたね。ちょっと難しい部分がありますけどね、難しい部分があって、ちょっとこうあのミックス、あのインタビューがミックスされているので、何を言いたいかがちょっとよく分かんない部分はありますけど、非常にですね、こう最後のところが非常にですね、日本の問題点、近代日本の問題点が浮き彫りになってきて、非常に面白くて、私の知らないこともたくさんありました。納豆さん、おはようございます。私が今まで放送で言ってきたことと、まあ、共通点もたくさんありますが、その違う点がたくさんあって、それをちょっとですね、今日、少しこのかいつまんで説明したいと思います。その前にですね、ちょっと あるものを発見しましたね。その小さな小川を発見しましたので、ちょっと今ほど気がつかなかったかどうか、こういつもこうスマホ落とすので、ちょっとスマホ落とさないでちょっとやりたいと思いますが、小さなせせらぎ、小さな小川ですね。いいですよね。まあその代わり蚊がちょっと蚊がうじょうじょいるので、ちょっとこの動かないと蚊に刺されちゃうので、はい、小さな小川を、まあ今まで気をつかなかった、気がついてたかどうかは分かりませんが、今日は小川を発見しました。そしてですね、じゃあそうですね、せせらぎが綺麗ですね。はい、それではですね、ちょっとかいつまんで、まあ、映画の論評をしていいのかどうかちょっと、いいかどうか分かりませんが、まあ
その、まあなんで簡単な論評は大丈夫だと思いますが、サブレさんおはようございます。はい、まずですね、ポイントから言いますと、ですね、慰安婦問題、それから天皇問題、それから戦争の問題、それから何でしょうかね、それから何だったかな、神社の問題、それから、女性の人権、それからそうですね、あと何だったかな、まあ日本の政治、全部くっついてる、全部くっついてるという結論なんですね。で、どんなふうにくっついてるかということをちょっと説明したいと思いますが、まずですね、日本は戦争に負けて、憲法9条を作りました。憲法9条を作りましたけど、その戦後ですね、まあ、アメリカが、まあ、共産主義との冷戦が始まりました。冷戦というのは、アメリカとソビエトがですね、まあ、直接の戦争はしないにしても、核軍備をお互いに増強し、そして代理戦争っていうのは、まあ、アメリカとソビエトの代理をした戦争っていうのが、まあ、朝鮮戦争とベトナム戦争、それは、まあ、アメリカとソビエトの代理戦争みたいなものです。で、その代理戦争の中で、日本も軍備をしなければならない。アメリカがですね、アメリカが日本に軍備をさせたい、そういうことの中でですね、日本に、まあ、再軍備しなさいというふうにアメリカが言ったときに、日本は拒絶したんですね。憲法9条があるから、再軍備はしない、再軍備はしないというふうに、日本は拒絶しました。その時ですね、アメリカはですね、その再軍備をするリーダーを、ね、こう作ろうということで、巣鴨にですね、戦犯の、まあ、刑務所があるんです。なんて言ったかな、巣鴨なんとかというですね、戦犯を収容している場所がありまして、そこの中から、その再軍備をすることが、ふさわしいような戦犯を探しました。なんとそれが岸元首相なんですね。皆さんは知らないかもしれませんが、岸元首相という首相がいました。その、岸元首相は戦犯なんですね。戦犯というのは戦争中に、まあ、その戦争の、まあ、戦争の責任がある、A 級 B 級 C 級とありますが、岸さんは何級かちょっと分かりませんが、なんとその岸さんは安倍首相のおじいちゃんですね。安倍首相の、知ってる方は知ってるでしょうけど、安倍さんは、岸元首相の孫なんですね。お父さんも総理大臣をしました。安倍さんのお父さんも、総理大臣をしましたけど、まあ、3代にわたって、まあ、総理大臣をやってるわけです。そしてアメリカは岸首相を、こう首相にこうなるように圧力をかけて、で、岸首相は、戦犯でありながら、戦争責任者でありながら、総理大臣になったわけです。それはアメリカの圧力だそうですね。
そして、西部安保、西部安保って皆さん知ってるかな、日米 安全保障条約というものを結びました。まあ、その時ですね、すごいデモが あって、ね、神原、ちょっと名前忘れましたけど、ある女性学者が、女性学生が、その時死んでしまいましたけど、神原とかいう女性だったかな、そうです、麻生財務大臣はですね、吉田茂の息子かな、ちょっと分かりません、孫か息子か、そしてですね、どこまで行きましたかね、話が。それでですね、自民党はですね、結局戦前のですね、まあその日本のスピリットと言いましょうかね、まあ、右翼的なスピリットをもう一度、ね、回復しよう、戦前の日本の右翼的なスピリット、天皇を中心とした神道国家、まあ、神道国家によって、まあ、戦争してしまったわけですけど、もう一度戦前回帰で、もう一度日本の名誉を回復し、要するに敗戦というのは日本の不名誉と考えるわけですね、日本の不名誉、それが右翼の考え方ですが、あの戦争は侵略戦争で良くなかったという考え方ではなくて、日本が負けてしまって不名誉を受けた、日本はあれは正しかった、日本の戦争は正しかった、もう一度名誉を回復したい、名誉を回復したいということで、自民党の、なんて言うんでしょうかね、自民党の基本的な考え方、自民党の基本的な考え方は、日本の名誉を回復してもう一度、日本のその何でしょうかね、神道国家を作ろうということですね。そういうことで、自民党は伊勢参拝、靖国参拝するじゃないですかね、あれは意味があるんですよ。要するに伊勢参拝、靖国参拝っていうのは、国家神道の一つの形ですよね。国家神道の一つの形は伊勢参拝、靖国参拝はまさに、戦争中、戦前戦中の日本の宗教的な精神的基盤です。そして、そのためにですね、自民党はその慰安婦問題は非常に困るんです。なぜ困るかというと、いいですか、よくここ大事ですよ、大事、よく聞いてください。つまり慰安婦問題というのは、その日本の屈辱と考えるわけですね。日本は正しかったというためにはね、日本が正しかったというためには、その慰安婦問題は非常にですね、都合が悪いわけです。都合が悪い、その歴史的な、事実をですね、認めたくない、歴史的事実を認めたくないので、その1997年までは、慰安婦問題が教科書に、ね、学校の教科書に載ってたんだそうです。ところが自民党はですね、安倍政権は、まあ、その時の安倍さん、安倍さんのね、いや以前一時的にあれですよね、首相の時がありました。今の政権ではないんですけど、その時にその教科書をね、教科書を新しい教科書を作るという働きをしまして、
その慰安婦問題を教科書から抹殺するという働きをしたんですね。で、1997年か8年か分かりませんか、そのあたりからですね、慰安婦問題が、なかったかのような、教科書が抹殺されました。それはある意味ではですね、それを書くと、教科書を認定してくれないので、教科書の作る会社ね、教科書を作る会社が、その歴史的な、事実をですね、曲げて教科書を作らないと、買ってくれないというか認定してくれないので、仕方なく、教科書会社は仕方なく慰安婦問題を教科書から消しているという事実があります。それはとんでもないことですね。それはとんでもない言論弾圧です。それから、その頃かな、その頃 NHK がね、 NHK がそういう、アメリカで行われたのかな、アメリカで行われたあるそういう、慰安婦に関する、問題の、裁判というか、アメリカの裁判ではなく、そういう、ある団体の裁判なんですけど、天皇責任と慰安婦問題の、裁判がありました。それを NHK が、ね、NHK が取材をしたわけですけど、しかしそこで慰安婦の証言、それから日本兵の元日本兵の加害者の証言を、その NHK はですね、その、安倍さんの指示でですね、安倍さんの指示でカットされせざるを得なかった。その NHK のドキュメンタリーの大事な部分をですね、またその裁判の判決ですよね、裁判の判決をカットせざるを得なかった、骨抜きにされちゃった。それが、安倍さんのその圧力があったということなんですね。そして、そういうの一連のですね、そういう捜査、情報操作、思想操作が、そういう戦前のですね、戦前の日本をの不名誉を、その取り除くためにあらゆる働きをするグループがあります。それが皆さん日本会議です。皆さん聞いたことがありますか？日本会議、日本会議は、そもそも、神社の宗教的背景があって、安倍さん、それ安倍総理、それから麻生財務大臣、それから小池なんです、都知事のね、小池さん、そういうですね、今の内閣の20人中16人ぐらい、セシさんね、一時的に、ごめんなさい、安倍晋太郎は総理になって、ごめんなさい、じゃあ間違えました、すいません。安倍さんのお父さんは総理になってなかったんですか？ごめんなさい、そこのとこ間違えました。安倍さんは、官房長官にはなったけど、総理にはなってない。はい、すいませんでした、それは間違いでした。それでですね、どこまで行ったか、はるきさん、これはですね、イエス様の教えと関係があるということですね。イエス様の教えと関係、これは決して政治の問題だけじゃないんです。日本のリバイバルに関係があるんです。
その霊的戦いなんです。その霊的戦いを理解しなければ日本のリバイバルのために祈れない。つまり日本のために祈るためにはこのような霊的な背景をですね理解しないと日本のために祈れないということですね。それで日本会議という会議、あまり表に出てきませんが、日本会議という会議の中でそういうその、日本の不名誉を、ね取って日本の名誉を回復しようという働きですね。そしてもう一度ですね、そういう戦前のような、戦前のその日本の名誉を回復しようということなんですが、大石さんおはようございます。そこで慰安婦問題が非常に困る、もう慰安婦問題をなんとか、ね、なくしたい、徴用工問題をなくしたい、日本の不名誉をですね、なくしたい。そこにですね、日本の問題点があるんです。なぜそこに問題点があるんですか。本来は、歴史的にはそういう日本は戦争を起こしアジアを侵略し慰安婦問題があり徴用工問題があるというのが歴史的事実です。これは、多くの歴史学者、その映画の中にもですね歴史学者がたくさん出てきます。そしてその非常に正論を言ってくれるんですね。正論ですから多くの歴史学者は、強制連行や、ね、慰安婦の強制連行や徴用工の強制連行を認めてるんですよ皆さん。歴史学者は、多くの歴史学会、歴史学者はそういう慰安婦問題を認めてるんです。それに対して日本会議はですねそういうことを、ね、否定し、歴史学者の意見を否定し、なんとか慰安婦問題、徴用工問題をなくそうとして非常な働きをします。どういうふうに働きするかというと、さっき言った、教科書問題、そして、そのいろいろな、特に最近はネットを通して、ね、ネットを通すプロパガンダ、つまり、慰安婦問題がなかったとか、南京問題がなかったとか、徴用工問題がなかったとか、そういう事実を曲げて、歴史的事実を曲げて、日本の不名誉をですね、正しく主張するならいいんですけど、事実を曲げて、日本の不名誉をその脱ぎ去ろうとする働き、そして、日本は正しかった。日本は正しかった。むしろアジアのためによかった。そういうですね、なんて言うんでしょうかね。罪を認めないで、それをですね、嘘をついて、その、不名誉を脱ぎ去ろうとする、そういう働きだということですね。そして事実、安倍さんはそういう、戦争法案を作ったのもそれが理由。皆さんわかるでしょ、戦争法案、秘密保護法案を作ったのはまさにそれが理由なんです。なぜ戦争法案を作ったんですか。なぜ憲法を変えたいんですか。もう自民党はですね、もう憲法を変えたくて、もう躍起でしょ。それはこれが理由なんです。日本会議によって戦前戦中の日本に戻したい、戦争の不名誉を拭い去って、戦前戦中の日本に変えたいという、まさにその日本会議の思惑がこの一連の安倍さんの政策に反映しているんです。ところが問題は、戦前戦中は国民が騙されたんですね。国民がその右翼に騙されて、国家新党に騙されて、大日本帝国に騙されて、国民は
騙されて戦争に、その導かれたんですが、実は今でもその日本人は騙されてるということですね。多くの若い人がネトウヨなのは、騙されて事実を曲げられて、騙されてそのような戦前戦中と同じような、ことの繰り返し、戦前戦中の同じような繰り返しがあるんです。ですから日本は今非常に危険なんです。今日本は非常に危険なんです。だから、私は、日本を守るために、日本を悪魔から守るために、安倍首相を悪魔と言ってんじゃないですよ、日本会議を悪魔と言ってるわけじゃないですが、そういう背後にね、背後に悪魔がいて、まあ、ある意味では日本会議も安倍さんも騙されていますね。安倍さんも麻生さんも、私も麻生ですが、麻生さんも安倍さんも日本会議も騙されていますが、彼らが悪魔に騙されて、それは神道から来る霊的な問題だと思いますが、その日本のトップに立つ、日本のトップに立つ自民党が、そのように、そういうある意味で隠れた思惑、国民に直接本当の本音を言わないで、国民に本音を言わないで、ある意味でこう隠れてやってるところに問題があります。公にしないんですよ。日本会議を公にしない。その、自民党の思惑を公にしないで、隠れて、その、日本を、牛耳ろう。日本を、変えようとしているんですね。ですから、この映画はぜひ皆さん、見てください。この映画はですね、まあ、なかなか見るのは難しいかもしれません。ぜひ、素晴らしい、もう、すべての日本人が見るべき映画。すべての日本人が見るべき映画です。非常にわかりやすい。この、戦争から今までの、その、日本の闇と言いましょうか。日本の闇が、わかります。ぜひ、皆さん、今日本に必要なのは、そのように日本の闇を暴く光、日本の闇を光る、暴く光、日本の闇を暴く光が必要なんです。この映画はまさにそういう光だと思います。上映会主催、ああいいですね。じゃあ上映会 したいですよね。ちょっと考えましょうね。上映会どうやってやるんでしょうか。皆さん、日本はですね、日本の教会は戦前戦中騙されて球場要廃してしまいました。教会でさえも騙されて、戦争を肯定してしまったんです。むしろ教会は正義のための教会でもあります。ナチのドイツのナチも教会が黙ってヒットラーがとんでもないことをしてしまいました。むしろ教会はですね、世の光、地の塩にならなければいけません。世の光、地の塩。教会はですね、日本を守る、日本を守る、拠点にならなければなりません。皆さん、難しい問題かもしれません。でもぜひ皆さん、学んでください。知ってください、日本のリバイバルはそのような闇の力と戦うことです。日本のリバイバルはこの日本の闇に光を当てることです。人々の心に光を当てることです。無知はよくありません。無知はよく
よくありません。ぜひ皆さん、その日本の闇、事実、その安倍さんが何をしてきたか、安倍さんがそのマスコミにコントロールしているということはもうある程度言われてますが、まさに安倍さんはマスコミをコントロールし、教科書をコントロールし、あらゆるものをその日本会議の思惑に合わそうとして、してはいけないことをしているんです。民主主義どころではありません。今香港では民主化運動してますが、まさに日本も民主化運動が必要なんです。民主化運動が必要なんです。日本には民主主義が必要なんです。隠れて悪いことをされてはいけないのです。隠れて、日本をコントロールされてはいけないのです。そのような新興国家を目的とするような、政権が、内緒でそれをやってることに問題があるんです。その新興国家を作ろうということを公にすれば反対に遭うでしょう。多くの国民は、アレルギーを起こすでしょう。でもそれを隠れてはいるけど、それをやっているところに問題があるんです。もう一回言いますよ。今の安倍政権がね、新興国家を作ろうという日本会議の目的がありながら、それを隠してそれを実行しているところに問題があるんです。そして多くの国民がそれを知らないことに問題があるんです。多くの国民がその自民党の思惑、安倍さんの思惑を知らないことに問題があるんです。ですからそれを知らせる、マスコミが必要ですが、そのマスコミ自身が牛耳られているんです。ですからある意味ではネットだからこれが言えるわけですね。ネットだからこれが言えます。ぜひ皆さん、一緒に日本の闇に光を当てましょう。皆さんが発言してください。このことを理解して発言してくださいね。はい、それではもうだいぶ時間過ぎてます。ぜひ皆さん、悪魔の日本における悪魔の働きを理解しましょう。そして私たちクリスチャンは、ね、私たちクリスチャンは、祈りと伝道と、祈りと伝道によってこの悪魔の働きと戦うのです。日本を救うために、日本人を救うために、私たちは、霊的な戦いを、知る必要があるんです。ユウさん、行動しなければ何も変わりません。ハルキさん、これがとても大事な伝道なんです。ハルキさん、ね、イエス様はおっしゃいました。あなた方は世の光です。世の光です。私たちは日本のために祈らなきゃいけないんですね。日本のために祈るということは、どう祈るかということです。何を祈るか、どう祈るか、それがとても大事なポイントです。事実を知らなければ祈ることも弱いのです。事実を知ってこそ、皆さん、事実を知ってこそ、ね、私たちは、本当に祈ることができるんですね。まあ、安倍首相は、まあ、岸元総理の孫、麻生財務大臣は吉田茂の、息子か孫か、息子ちょっと分かりませんが関係があります。2人とも日本会議の顧問ですね。日本会議の顧問、ですから皆さん、その小池さんも含めて日本会議の思惑を知る必要があります。日本人がその日本会議の代表顧問みたいな、ね、人たちが日本の指導者ならば、日本人は日本会議の思惑をですね、知る必要があります。
日本会議の思惑を知らないということ自体が問題です。日本人は知るべきです。日本会議の思惑を知るべきです。ぜひ皆さん、日本のために信仰で日本のために、祈っていきましょう。祈っていきましょう。それでは丸気をしましょう。今日の放送を見て、ああ、日本の歴史が分かってきた。日本の近代の歴史、戦争からの歴史が分かってきた。日本の闇が見えてきた。日本の問題点、慰安婦の問題点や教科書問題や日韓問題の根っこがここにあったんだ。日中問題の根っこはここだったんだ。日本会議の思惑では決して、日韓が、うまくいくわけない。日本会議の思惑では決して日中関係がうまくいかないことがやっと分かった。日韓問題の問題、日中問題の問題はここなんだ。ここに日韓問題の問題点、慰安婦問題の問題点、日中問題の問題点があったんだ。そして、罪、人間の特に戦前戦中の国家神道の罪、天皇崇拝の罪がそれが原因なんだということが分かった。イエス様を信じてこれからは、偶像崇拝をしないで、天皇崇拝をしないで、イエス様を信じて歩んで、日本のために、日本のリバイバル、日本の救い、日本の繁栄のためにイエス様を信じて祈っていくんだ。この日本に支配している悪魔に対して祈りで対抗しよう、祈りで対抗しようと思う方、アメン、アメン。日本に対抗していこうと思う方、アメン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 。天の父様、感謝します。日本が、神道を通して、日本は牛耳られています。天皇制を通して日本は牛耳られています。日本会議を通して日本は牛耳られています。自民党を通して日本は牛耳られています。悪魔が働いています。イエス様、どうぞ日本を救ってください。それらの、自民党の力を断ち切り、日本会議の力を断ち切り、天皇崇拝や、国家神道の力を断ち切り、日本を悪魔から救ってください。日本を悪魔から救い、日本がイエス様の国となりますように。イエスキリストを信じ、本当の民主主義、本当の民主主義が日本に来ますように。イエス様、日本を祝福してください。日本を救ってください。日本を助けてください。日本のリバイバルが来ますように。日本のリバイバルが来ますように。イエス様の、皆によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。骨の上できますね。ちょっと待ってください。骨の上できますか。日本に光を当てる、日本の闇に光を当てる角笛、日本の闇に光を当てる角笛、日本を解放する角笛。アメン、アメン、アメン。映画の中でね、大事なポイントがありました。結局ですね、慰安婦問題は女性の人権を認めず、女性をですね、まあ、性の奴隷、性奴隷
と言いますが、女性の人権を認めないところに問題がありました。で、結局民主主義じゃないというのは人権を認めないことです。戦争で韓国の人、中国の人たちを人権を認めるどころか、韓国の人や中国の人を人間扱いしなかった、それが戦争の大きな問題点です。そして、その徴用工問題も同じです。韓国の人の人権を認めない、やはりそれはまさに悪魔の働きです。悪魔は人間を人と思わず、人に対して人権を認めない、そこに大きな問題点があります。マスコミに力を圧力をかけるとか、その歴史的事実を曲げるというのもまさにそれは不正直であり、その闇の力だと思います。私たちは、イエス・キリストにあって本当の真実、そして人権を認めるあり方、神の愛が必要だということを私たちは強調するべきです。ぜひ皆さん分かってください。これは政治問題ではないのです。政治問題ではなくて信仰の問題なんですね。信仰の問題、なぜかというと日本会議の背景は神社だからですね。神社が日本会議の背景です。伊勢参拝、靖国参拝はまさに、神道の偶像崇拝なんですね。はい、難しいかもしれませんが、ぜひ皆さんが理解してほしいです。霊的な解放、霊的なひらめき、霊的なその光が必要です。霊的な光が必要です。皆さんぜひ、皆さん自身が霊的に、それが開かれて、目から鱗が落ちて、皆さんぜひ、日本の光、皆さんが日本の光になってほしいと思います。一緒に日本のために、イエス様の光を輝かしましょう。イエス様の光を輝かしましょう。それでは皆さん、また夜7時にお会いしましょう。良い一日を。シャローム。良い一日を。シャローム。シャローム。アメン。アメン。良い一日を。シャローム。